どうも、ジエンでございます。今回はマクドナルドにやってまいりました。そして人生のフルコースを求めてですね、今回ゴジラバーガーですね、期間限定のこのバーガー出てたのでね、食べたいと思います。僕がね、頼んだのはチーズダブルテリヤキということなんですけどね、チーズが大好きなのでいただきます。こちらはね、関西スーパーってね、後ろにちょっと載ってると思いますが、スーパーの中に入ってる、まあ、フードコート的なね、ところに併設してるマクドナルドなんですけどね、まずね、ちょっと食べる前に衝撃的なことを言わせていただくと、ここのマクドナルド朝マックやってないんですよね。はい。まあ、これってマクドですか？僕はもうね、それが信じられなくて、一回、マクドやのに、朝マックやってないって。それがね、すごく朝からすごく残念な気分をしたんですけども、それはいいでしょう。うん、まあ、その話どうでもいいや。このチーズダブルテリヤキなんですけども、美味しいですね。ただね、チーズがあんまり感じれないですね。うん、テリヤキがダブルのね、パティが入ってますので、結構テリヤキが強くて、うん、チーズテリヤキみたいなのがね、多分たまに出てくると思うんですけど、いや、告知なしでね、そういうのがね、あるんですが、マクドにはね、そっちの方が僕は良いなと思いましたね。はい、テリヤキも確かに美味しいですし、チーズバーガー美味しいんですけど、今回はね、やっぱ、うん、ダブルテリヤキって言ってるだけあって、チーズはね、ダブルじゃないんですよ。チーズ1枚なんで。チーズが1で、テリヤキが2というね、配分だったので、うん。まあ、それがまあ、2-2とか、うん。はたまたチーズ2、テリヤキ1ぐらいで僕は、いいかなと思いました。ただやっぱね、テリヤキマックバーガー美味しいですね。僕もタレはほんまに秘伝ですわ。うん。これがあるからマクドは本当に、うん、倒産しないでしょう。これがあればね、日本人が、お金をこれ落としていきますからね。また聞いた話によるんですけど、まあ、なんかマッククルーってあれですね、なんか、テリヤキ頼んだら厨房で笑うらしいですね。だから夕闇にいざないし漆黒のエンジェルの小柳が言ってたんですけど、はい、元マッククルーなんですけど、あの人は、はい、なんかテリヤキ頼まれたらキッチンでちょっと嘲笑うね、声が聞こえてくるみたいなね、話をしてましたけども、はい、なんかテリヤキはなんか人気すぎて定番すぎてなんかおもんないらしいですね。なんか頼むやつダサーみたいな、なんかそういう風潮があるらしいですけど、まやっぱ頼んじゃいますよね、テリヤキ。まあ、僕は、うん、ダブルチーズバーガーがね、マクドで一番好きと公言しておりますが、うん、じゃあそれを食べろよと、それを食べて人生のフルコースに入れろよとね、最近なんか お前が食べたやつ食べてるだけちゃうんっていうね、そういう声が聞こえてきそうなんですが、実際そうですね。はい。人生のフルコースを求めてという体で、自分が食べたいものを食べてるっていう、はい。まあ、ただの食事をね、お届けしてるんですけれども。実際この木曜日の枠はね、人生のフルコースを求めて、という、題してますが、まあ、飯関連ですね。ご飯関連の、まあ、ネタを上げていくと。まあ、そういう日にしておりますので、まあ、今回ダブルテリヤキ、チーズダブルテリヤキですね。ゴジラバーガー、まあ、惜しむは入らずなんですけれども、ね、また、見ていただけたらなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ごちそうさまでした。だけど青年月日をみんなで歌おう。